ソニービジネスソリューションの入倉と申します。では早速ですけれども、新しく出ましたカムコーダー2機種ですね、ご紹介をしてまいりたいと思います。世界初のですね、 4K の3番式のハンディカムコーダーということで2機種登場しています。待望のですね 4K60p に対応しているというところが大きなポイントかなと思います。 Z280 は2分の1インチの3番式ですね。なので HD のカムコーダーの X200 の後継機という形になります。一方 Z190 の方は3分の1インチの3番ですね。なので X180、X160 このあたりの後継という形になります。で、280はもう7月に発売してまして、190は9月ですね、9月のもう本当に上旬ですね。なのでもうすぐ発売という形になってまいります。一番の特徴ですけれども、 4K なのに明るいというところが一番大きいところかなと思います。これまでハンディカムコーダー、これショルダーも一緒ですけれども、HD から 4K 化するとどうしても暗くなってしまいました。このカメラは非常に明るくなっています。 HD 時代とほぼ同等の明るさで達成しています。であとはセンサーサイズが従来のハンディと同じセンサーサイズですので、被写界深度が同じの適度な被写界深度を持っているというところになります。今回ですね、従来の機種と同じセンサーサイズにしたという背景ですけれども、皆さんご存知の通りセンサーが大きいとですね、被写界深度浅くなります。ボケやすいということですね。で一方ではセンサーが大きいとレンズがどうしても大きくなりますので、大判カメラはですねレンズを高倍率化するというのが難しいです。スーパーサンゴなんかの FS シリーズなんかは白のレンズですけれども、倍率上に小さいですよね。あれはセンサーが大きいので、例えばスーパーサンゴで20倍ズームとかっていうと、もうレンズはもうこんなになっちゃうので、原則ではないというところで、センサー大きいと高倍率化しづらいです。で一方ですね、センサー小さいと、被写界深度が深くなります。センサーも小さいのでレンズも高倍率化しやすいという特徴があります。3分の1インチ一番小さいところからだんだん大きくなっていって、スーパー 35mm というふうになってますけれども、一昔前ですねデジタル一眼とかが動画が撮れなかったりとか、あとその FA シリーズなんかもなかった時ですね、その頃はこういう大きいセンサーを持つカメラっていうのはもうえらい高いモデルしかなかったので、結構ですね、映画とか、ドラマとかミュージックビデオ、こういったものにもですね、この手のカメラが結構使われてました。はい、なんですけど、最近はですねデジイチでも撮れますし、あとは FS5 みたいな安い大判カメラが出てきましたので、世の中の傾向としてこういう用途は大判カメラを使いますと。で逆に、こういうハンディ系のものはですね、取材とか、番組とか、イベント収録に使うことが多いということで、どちらかというと被写界深度が適度に深い方がいいですねと、という傾向があります。あとは、レンズもですね、イベント収録なんかの場合はレンズ1本で手前から奥まで、全部1本でカバーしたいというところから、どちらかというとセンサーがこう大きいよりは小さい方がいいと、というような市場のニーズがありまして、今回は2分の1、3分の1というですね従来のサイズをですね踏襲しています。はい、でところがですね、センサーが小さいとどうしても暗くなっちゃいますね。あとその 4K 化すると暗くなります。 4K にするとなんで暗くなるかといいますと、これ単純でこれセンサーだと思ってください。で HD は画素が少ないですよね。画素と画素の間には光を受光できない部分があります。同じセンサーサイズで画素が多くなると、この面積に占めるですね、この光を受けない黒い部分の面積が増えますので、光を受ける面積が全体では少なくなります。なので 4K 化すると暗くなるんですね。でこれは SD から HD になった時代も全く同じで、一回 SD から HD になった時にすごく今うなずいてますけれどもカメラがえらい暗くなってですね、皆さんも暗いとおっしゃってて、それが技術の進化とともにどんどんカメラ明るくなっていって、ちょっと昔ぐらいに HD のカメラが SD の最後の頃と同じぐらいの明るさになったんですね。でそれは今度 4K になってまた暗くなりましたと、とも同じことが起きているということです。でですね、単板だと同じセンサー面積だと3番の方が明るくなります。同じセンサーサイズだと単板様の方が明るくなります。でこれは単板っていうのはこういうカラーフィルターが貼ってあって、ここの画素は赤の信号しか受けませんと、ここの画素はグリーンしか受けませんというふうになってまして、ここの画素で受けた光のうち赤以外の成分は結局捨てちゃってるんですよね。
なんで本当はここ の, しあの光も RGB3 つあるんですけど、赤しか受けないんで他は捨てちゃいます。で3番式は入ってきた光をプリズムで分光して、まあ、3枚で RGB 受けるので、全ての光を受けるんですね。なので、感度的にもセンサー接が同じであればターンベルム3番の方が、有利になります。明るくなりますというところ と,、今回は、まあ、XMORR というセンサーを使っています。これはですね、こっちがまあ通常のセンサーなんですけれども、光を受けるところがありまして、ここがですね、まあ、フォトダイオードというところで、実際にこう光を受けて電気を出すところなんですけれども、この間にですね、まあ、配線があるんですね。ワイリング、まあ、配線がこうあって、入ってきた光が、まあ、ワイリングというかその、まあ、線ですよね。そういう、こう基板的なものに遮られて全部届かないと。で XMORR っていうのはこの、配線をしているところと配線部と光を受ける部分をひっくり返してるんですね。なのでこれに邪魔されずに入ってきた光を全て受けられますと、というところで感度的には非常に有利になります。で今回は2分の1サムネジと従来と同じセンサーサイズで3番式にして、かつ XMORR にするということで、エッジ時代と同じですね、ほぼ同じ明るさを実現していると、というところです。なので、まあ、4K なんだけど、まあ、明るいというところと、まあ、センサーサイズも従来と同じですので適度な被写界深度を、まあ、持っているということと、当然、まあ、センサーが小さいのでズーム比まで稼げますので、まあ、同じズーム比を持っているということになります。でこれどうしてもですね、まあ、感度を稼ぐために1インチとか大きいセンサーにするとやっぱりそこレンズのズームバリューがかなりこう厳しくなるんですね。稼げないんですね。なので弊社で言いますと、まあ、Z150 とかは1インチですけど、まあ、レンズは光学の12倍なんですね。20倍とかにしようとするとできなくはないんですよ。できなくはないんですけど、まあ、相当無理があるので画質がすごく悪くなるとか、あるいはそのズームのレスポンスがむちゃくちゃ悪くなっちゃうとか、必ず弊害が出てきますので1インチで高倍率は結構難しいですね。というところでこのスペックを採用しております。で、レンズですけれども、Z280 はですね17倍のレンズを採用しております。これは X200 の同じレンズになります。で、Z190 の方は光学20倍ですね、のレンズです。旧モデルの X180-160 と全く同じ見てくれなんですけれども、中身はですね改善をしておりまして、ちょっと160-180 がズームのレスポンスはちょっと悪かったんですけれども、そこをしっかりとこちらのレンズでは改善を、してます。なので大体まあ NX5R とかと、まあ、同じように動くと思っていただいて、このレンズは大丈夫だと思います。あとまあ好評のですねスライドリングですね、こちらの方も採用しております。今こちらの方にですね出てますけれども、ちょっと見づらいかですね、ここですね、ここがスライドするようになってまして、手前に引いていただくと、これ完全なフルマニュアルですね、端付きの、フルマニュアルのフォーカスになります。向こうに押していただくと、これスイッチによるんですけれども、まあ、端っこがないいわゆるその NX カム的なマニュアルフォーカスか、もしくはオートフォーカスという形で使えます。まあ、通常はですね、ここのフォーカススイッチですね、ここにスイッチがですねオートフォーカスとマニュアルとありますけれども、ここはオートフォーカスにしといていただいて、こっちだとオートフォーカス、マニュアルの時はまあ引っ張って使うという感じで使うかなと思います。でちなみにですね、ここのスイッチでマニュアル と,、オートとあるんですね。でレンズを手前に引けばマニュアルになるんだから、なんでここにスイッチあんのってよく聞かれるんですけれども、例えばこのオートフォーカスで使っててちょっとマニュアルで使いたいという場合に、これをパンと引くとですね、これってもう完全にフォーカスは絶対値なので、例えばここでオートフォーカスしといて、ポンと引くともういきなりですね、フォーカスが瞬時にその場所までピョッと映っちゃうんですね。なんで絵がちょっとこうおかしくなっちゃうということがありますので、そういうふうに途中で切り替える可能性があるという場合は、こっちの方で使っていただいておいて、ここのスイッチで必要な時にマニュアルにポッと切り替えるとシームレスにですね繋がって、まあ、マニュアルで使えるというところで、こういうスイッチもご用意をしております。であとはですね、ここにフォーカスですねのホールドスイッチとかもついてますので、オートフォーカスで使いながらもうここでもフォーカス決めて止めたいという時はボタンを押していただくと、押してる間だけフォーカス止まりますので、オートフォーカスで使っていると結構ですね、予測せずにですねフラ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 動くときありますけど、
そういった場合にはこの、ボタンも使っていただくといいかなと思います。であとですね、こちらチャート戻りますけれども、デジタルエクステンダーですね、こちらを、両方とも搭載してまして、これは HD の時に使えるという機能です。通常、デジタルエクステンダーと言いますとガス落ちちゃうんですけれども、このモデルは 4K センサー積んでますので、 4K センサーの中の HD 部分だけですね、真ん中の HD 部分だけを切り出してこれは使います。なので HD で撮る分には解像度劣化ありません。フル HD の画素でしっかり撮れると、という形のエクステンダーになります。ですので、HD 運用をメインで考えられる場合は、こいつは25倍あるのでいいんですけど、こっち17倍なんで、500ミリだと、イベント会場で後ろからバストアップ撮ろうと思うとちょっと足んないっていう時には、エクステンダー使っていただくと、1000ミリになりますので、十分使っていただけるかなと思います。続きましてですね、顔検出オートフォーカスと、という機能です。こちら結構ですね、これまで展示会いろんなところでやってますけれども、お客様から評判のいい、機能です。まだまだその仕事上ですね、4K 使わないからいいよっていう方も、これ結構見るとですね、HD の仕事しかないけどこれ買おうかなっていう方が結構増えるぐらい、非常に好評な機能です。この機能なんですけれども、いくつかのモードがあります。顔優先 AF と、顔限定、顔登録機能ですね、というのがあります。で、まずですね、顔優先 AF モードというやつで、これは小さいハンディタイプの Z90 とか、こういったものにも搭載されている機能です。顔がないときは、普通に物があれば、物にオートフォーカスします。で、顔が出てくると顔に優先してオートフォーカスをするという機能です。なんでどういうシチュエーションでも使えますよというのがこの顔優先モードです。で、これは今までもありました。で、今回ですね、新しく搭載したのが顔限定 AF モードというモードです。で、これは顔だけにオートフォーカスをしまして、顔がないとそこでフォーカスは停止してマニュアルフォーカスになるというモードです。で、これですね、以前のですね、顔優先モードだけですと、例えば、こういう人が出てて、喋ってますと。で、この人が、ありがとうございますってお辞儀をしましたとか、あるいは、ちょっとこう横向いちゃいましたという時に、顔がいなくなるので、顔がいなくなった瞬間に、背景にですね、オートフォーカスがピューっていっちゃうと。というようなことが結構ありましてですね、顔検出 AF って、結構良さそうなんだけど、実際使ってみると、ちょっとやっぱフラ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 しちゃうところがあって使いにくいよねっていう話がありまして、それで設けたのがこのモードです。とりあえずこの顔限定 F にしとくと、顔がなくなってもフラフラせずにその場で止まってますので、少なくともですね、撮影中にフォーカスがすごく暴れちゃうということはないと思います。続きまして、顔登録機能ですね。これはですね、複数の顔が出てきた場合ですね、複数の顔が出てきた場合に顔を検出してこう枠は出てくるんですけれども、本当はキャスターの人に合わせたいんだけれども、矢印に合っちゃってると。こういう場合にですね、このオレンジのバーが出てくるんですけれども、このバーをですね、グリップのところの、十字キーを使って、動かすことができます。合わせたい人のところに、このカーソルをですね、ここからピッピッピッと持ってっていただいて、で、この十字キーをグッと押し込んでいただくと、こういう二重枠になります。で、この時点で、この人の、個人のですね、顔の特徴を認識して、この人の顔というのをカメラが覚えます。そうすると、それ以降ですね、いろんな人が後から入ってきても、常にこの登録した人の顔にオートフォーカスすると、という機能です。で、これはですね、フレームから一回、例えばこの女の方がですね、女性の方がフレームから一回外れて、また入ってきてもちゃんと認識をしますし、電源を切ってもちゃんとまた電源入れれば、覚えていると、という機能です。ただ覚えれる顔は1個です。なので、上空きしていくと。なんで、今この人だけど、次はこの人っていう場合は、この人にカーソルをまた持ってって、押し込むと、次はこの人の顔を覚えると。っていう形になります。で、忘れたい場合は、もう一回この人のところオレンジカーソルを持ってって、もう一回ボタンを押すと、この二次枠が外れます。で、顔登録またなしと。という状態に戻ります。この辺ちょっとですね、動画がありますので、もうちょっとですね、実際のイメージでご覧いただければと思います。はい、これ顔優先 F ですね。これ非常によくあるパターンなんですけれど、
まあ、この人に合わせたいんだけど、この人実はど真ん中にいるんですが、まあ、背景にこういうコントラストの高いものがあると後ろに AF が引っ張られちゃうと、これ非常によくあるケースだと思うんですけれども、まあ、顔優先があるとこういうケースがなくなると、ということですね。これが顔限定というやつですね。これまあ顔だけにフォーカスしますので、まあ、こういうふうにですね、顔が隠れますね。で、顔が隠れた時に通常はこの木の方に AF がこう行っちゃうんですけれども、顔限定の場合は顔がなくなるとその場でフォーカスは停止しますので、まあ、木が出てきてもこの間はフォーカスは止まってるんですね。止まっていて女性が出てくるとまた女性の顔を認識してまあ、ここに合わせに行くという形で、まあ、まさにこういった時にこうフラ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  AF が行ったり来たりしないというのが顔限定 AF のいいところになります。この顔検出 AF という機能なんですけれども、やはりですね、まあ、4K になりますと、まあ、フォーカスのズレが非常にこう分かりやすいので、マニュアルフォーカスで合わせてきるのはやっぱ不安だっていう方が多いんですね。まあ、4K になりましたけど、やっぱり相変わらずですね、まあ、カメラのまあ液晶はまあこういう 3.5 インチのサイズですし、ここの液晶の解像度がむちゃくちゃ上がるわけではやっぱないので、従来と同じ液晶、ほぼ同じビューファインダーで 4K のフォーカスを追っかけなきゃいけないと、という中で、少しでもそのオートフォーカスというところでそれをサポートできればなというところで、今回は AF 機能を強化しています。次に4チャンですね。オーディオが4チャンネル対応いたしました。例えばですね、ワイヤレスレシーバーで2チャンですね取りながら、プラスショットガンマイクで音を取ると、こういった運用も可能になってまいります。4チャン対応については、特にこういったイベント収録ですね、やれてる方からはすごく言われてまして、どうしても会場の PA から音もらってレシーバーを飛ばして受けて、プラス環境音ですね、ショットガンマイクで撮りたいよと、あとはこういったワイヤレスマイク、ピンマイクをつけた場合に3人以上いらっしゃったりとか、そういった場合もありますので、4チャンどうやったら入れられるっていう話は前からよく相談されてたんですけれども、今回はしっかり4チャンネルに対応しています。こちら280だけですけど、280の方はボリュームですね、ボリュームも4個つけていますので、マニュアルで例えばオートで撮ってて、ちょっとやっぱり大きな小さなっていうところもですね、3、4チャンネルも、メニューに潜らなくても、その場でダイヤルで調整できると、っていう形になります。今回の MICU がですね、2つついてるんですけれども、こういったキャノンのですね、アダプターキットですね、MICU 対応のこういったキャノンボックスですね、とかもありますので、こちらを併用すると、本体のキャノンと MICU のキャノンということで、キャノンで4チャン入れるということもできるようになりますので、そういった意味ではですね、音関係に関しては相当運用の幅が広がるかなというふうに思っております。で、MICU ですね、MICU が2つつきました。これまではフロント側しかですね、こっち側しかMICU になってませんで、こういったMICU 対応のワイヤレスレシーバーあるんですけれども、ここにビデオライトつけるとつかないじゃんということをよく言われてまして、そうですね、すいませんと言ってたんですけれども、今回はですね、前と後ろと両方とも MICU 対応しましたので、こちらにございますように、ビデオライトをつけながら、MICU 対応のレシーバーで、音を受けるということもできますし、先ほど申し上げたように、MICU 対応のキャノンのコネクタボックスをつけてキャノン4チャンで運用するということもできます。でただですね、これ2個あるんですけど、前と後ろと両方ともオーディオのアクセサリーっていうのは NG になります。オーディオアクセサリーは前か後ろかどっちかだけになります。なので例えばここに MICU 対応のキャノンのコネクタボックスつけてレシーバーつけるとかっていうのは、ダメです。はい、なのでそこ注意ください。であとですね、こちらを使う場合ですね、バッテリーなんですけど、U30 というですね、一番ちっちゃいバッテリーですね、こちらを使ってるときは
これの電源供給できませんので、そこもちょっとご注意いただければと思います。まあ、多分ほとんどの方はですね、あの U60 というですね、あのこれは U30 というやつですね、一番ちっちゃいやつです。多分ほとんどの方はあの U60 というですね、これのまあ2倍の大きさのやつ使っていらっしゃるので、まあ、そんな問題ないと思うんですけれども、あの U30 の時はこれ使えませんので、ご注意いただければと思います。続きましてですね、電子式の可変 LED フィルターですね、こちらを今回搭載しています。でこれちょっと改めてご説明をしますけれども、これあの一般的なあの、まあ、ローレットタイプと言われる LED フィルターで、筐体の中にはですね、あのこういうあの円盤が入ってまして、クリア、まあ、透明なものと、まあ、濃さの違う LED フィルターが入ってまして、ここにスイッチをパッパッと変えると、これが中でぐるぐる回ってるんですね。あのこういう構造に実はなってます。これに対して可変 LED はですね、これあの FS5 の絵ですけれども、クリアと、あここクリアですね、ここクリア、これは上下に動くんですけれども、ここがクリア透明で、あともう1枚しか入ってません。でここのガラスの中に液晶が入ってまして、これをこう電気的にですねいじることによりまして、ここの濃度を無段階に変えると、というのが電子可変 LED フィルターになります。であの実はあのこういうあのガラスに液晶を入れて明るさ変えるっていうのは結構前からあってですね、あの例えばオフィスのガラスがこうパッと色変わったりとか、そういうのあったんですけれども、こういう動画に使えるぐらい均一に濃さを変えるっていうのが、これ結構難しいらしいんですね。でそのあたりを、まあ、ちゃんと動画で使えるようにというクオリティを、まあ、クリアしたというところが結構この技術のすごいところになります。とはいえこういうあの同じスイッチがあります。でこれはあの無段階にこう変えるだけだとやっぱ使いにくい時もあるので、まあ、一発で2分の1とか、まあ、8分の1とか入れた時もあるので、これつけてまして、ここの 1,2,3 の3ポジションに関しては、まあ、メニューの中でここは何分の1にしますかというのをメニューで好きな濃度を設定することができます。なので設定した濃度に従来と同じ使い勝手でパッパパッと変えることもできますし、ここのスイッチをプリセットからバリアブルの方に移していただくと、ここが使えるようになりまして、ここをぐるぐる回すと無段階にシームレスに濃度を変えるということができる、こういった機能になっております。まあ、アイリスを変えると被写界深度変わりますよねと、ということで、まあ、当然こうアイリス変えると、まあ、被写界深度がこのように変わってしまいますけど、可変 LED の場合はアイリス一定ですので、まあ、明るさを変えても被写界深度は変わりませんと。これダイヤルでこうずっとこう送って変えていってる状況ですね。まあ、これがあの可変 ND ですね。でこれですね、大判カメラの場合はそのボケ味をですね、このシーンはこのボケ感で撮りたいというのがあるので、まあ、可変 ND 便利だなと言われるんですけど、あのこういうあのハンディのカムコーダーで、無段階に ND 変えるとかっていうのってそんないるのいるんかいとよく言われるんですが、あのこういうハンディの場合どちらかと言いますと、こっちですね、被写界深度っていうよりかは、まあ、小絞りボケですね。これを回避するという意味合いが非常に大きいと、思っております。あの小絞りボケというのは、あのアイリスを絞ると解像度でどんどん落ちちゃうんですね。だいたいですね、あのこれってのセンサーが大きいほど小絞りボケってなりにくいんですね。絞ってもあんまり解像度落ちないんですけど、センサーが小さいとちょっと絞ると光学的な解像度がやっぱ落ちるんですね。だいたい2分の1インチだと F56 よりも絞るとそこから結構解像度が落っこっちゃっていきます。はい、で3分の1だともうちょっと開けててもちょっと折っていっちゃうんですけれども、なので開放、まあ、いっぱいに開けちゃうとやっぱそれはそれで良くないんですけど、あの開放からちょっと絞ったところあたりで使うっていうのがまあポイントで、あんまりですね明るいからといって ND 入れずにガーッと絞るとえらい解像度が落ちちゃうんですね。で特にあのまあ、1だといいんですけど、やっぱ 4K の場合は特に今の時期は 4K で撮るイコールやっぱ 4K らしいですね、バシッとやっぱ解像感が出てる絵で出てるか欲しいというケースが多いと思うので、あのその時にですね普通に撮っちゃって明るいからガッチ絞るとこうなんか 4K で撮ってるけどいまいちちょっとシャッキリしないなという絵になっちゃいます。なので特にセンサーが小さいカメラはアイリスをあんまり絞らないようにしながらやっぱ撮るというところが解像度を出すポイントになりますので、その時に例えば Z28 だと、まあ、56よりも絞ると、まあ、落ちちゃうよねと、じゃあ56より開けて撮りたいと、じゃあ56で撮りましょうとなった時に従来の段階式の LED だとちょうどいい明るさがやっぱつかめないんですよね。どうしてもやっぱりあの、妥協してちょっと56で撮りたいけどこの LED だと
暗くなりすぎちゃうから開放で撮ろうかとか、逆に ND のやつ明るすぎるから本当ゴールドで撮りたいけどちょっと11で撮ろうかとなっちゃいますので、その時に可変 ND があると F56 って決めちゃって明るさは ND で調整すればぴったんこの明るさで撮れるので、なので腰彫りバケを回避しながら 4K 画素をしっかり出して撮れるというところで非常に価値がある機能かなと思ってます。あと HDR ですね。 HDR 系も Z280 はハイブリッドログガンマにプラスしまして S-Log3 も搭載しています。で刺激カメラ2020ですね、まあ、当然対応してます。で190の方は HLG に対応しているという形になりますので、まあ、あのインスタント HDR で、まあ、手軽に HDR を作っていただくということもできます。あとネットワーク機能につきましてもコンテントブラウザーモバイルですね、こちらでまあリモコンをしたりとか、まあ、スマホでモニタリングしたりですとか、あとまあファイルを転送したりですとか、あとはこれはあのちょっとまあこういった箱がいりますけれども LTE ドングルをまあ2本挿して 4G2 回線で束ねてストリーミングをすると、あのこういった機能も搭載をしております。で対応フォーマットですね、あのここがちょっとですね若干違ってくるところです。280の方は XAVC のイントラですね、こちらにも対応しています。 Z190 はロングという形になります。イントラとロングで HD の方は両方とも 422 の 10bit で撮ることができますけれども、 4K に関してはイントラは 422 の 10bit ですけど、ロングは 420 の 8bit になりますので、そうですね、420の 8bit って言ってもそんなに悪くはないので、例えばそのグリグリグレーディングしないよとか、あとは極端にそのバンディングが出やすい夜明けの画面全体にこう輝度のグラデがあるような、そういったシーンを撮ったりとかということでなければ全く問題ないと思うんですけれども、あのまあより高画質で撮りたいとか、あとは撮ったものを後からカラコレとかグレーディングでグリグリいじるという場合はまあイントラが撮れた方がまあいいかなとは思います。であとはまあ MPEG ですね、 MPEG 系も撮れますし、あと DV 化も撮れます。あとはメインメディアとは別の SD カードを使って XAVC プロキシですね、オフライン用の小さいファイルですね、あとはそのどっかにこう FTP で送ったりとかする用のプロキシですね、これも撮ることができます。あのここから上がメインのメディアで記録するところですね。メディアですけれども Z280 は S/S ですね。であとアダプターを使って XQD カード SD カードで撮れます。 Z190 は SD カードですね、になります。メインのこのカードスロットは別にプロキシ用のスロットが1個ありまして、あのここは両モデルとも SD カードです。このプロキシとメインは同時に回すということができますので、こっちとこっちをパラ回すると、ということもできるようになっております。 Z280 はやっぱり S/S なんでちょっと高いなと、まあ、けどアダプターで SD カード使えるんだというところに、まあ、一縷の希望があるんですけれども、撮れるフォーマットがですねちょっと違ってきておりまして、これはあの280の、メディアの対応表になります。で、4K のXAVC のイントラですね、これ撮るときには S/S プロプラスが必要になります。まあ、結構高いですね、はい。で 4K のロングですね、こちらも XQD カードもできるんですけど、ちょっと SD カードは撮れないんですね、はい。なのであの Z280 の場合は 4K を撮るときには XQD カードから上のメディアがいるという形になります。でよくですね、あの Z190 は SD カードで 4K 撮れますよねと、でこいつはなんでここが丸にならないんだと言われるんですけど、これですね、このカードアダプター使いますよね。このカードアダプターがその 4K の、ま、に対応してないんですね。なので、カード自体は SD カードで、ま、SD カード自体は 4K のロング撮れる、ま、スピードを持ってるんですけれどもちょっとアダプターを改善することによって、ま、4K は撮れないという形になっております。ここご注意いただきたいと思います。それからですね、 4K と HD の同時記録機能というものを搭載しております。あのやはり今ですね、あのサイマル運用がやっぱ多いと思いますので、まあ、あのお客様のお話を伺ってましても、あの仕事としてはやっぱりそのアーカイブとして 4K 撮っとくんだけど、まあ、実際は HD 使うよという、まあ、仕事が非常に多いというふうに聞いてまして、まあ、その場合に、ね、4K しか撮れませんと 4K 撮って、まあ、あとはやっぱダウンコンするということで、まあ、相当一手間かかっちゃいますので、 4K と HD を1枚のカードに2クリップ同時に記録をすると、という機能です。 4K と MPEG を同時に記録をするということができます。でちょっとあの違いはですね、あのここですね、はい、
60P 記録時は非対応となってますけれども Z190 は単体でもちろん 4K60P 取れるんですけれども 4K と HD の同時記録に関しては 30P までですね、はい、190は 30P までとなります。で280は 60P の時も同時に記録ができると、ここもちょっと違いますので 4K60P のお仕事がメインで 4K HD で同時記録使いたいといった場合はちょっとこちらの方になってしまいますのでここもちょっとご注意いただきたいと思います。それからですねリレー記録ですね、あと2スロット同時記録ですね、こういった機能もございます。まあ、リレー記録皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、2スロット同時記録ですね、これもまあご存知とは思いますけれども AB2 スロットのカードを同時に記録はしたりとか別々に記録をするという機能です。なのでまあバックアップ用に同時にこうトリガーをかけるということもできますし A スロットと B スロットと別々にレクトリをかけるという取り方もできます。でこれはですねハンドルですね、ハンドルとグリップですね、ここのハンドルの、まあ、上部のここのまあレッグボタンですね、ここと、まあ、グリップのレッグボタンですね。ハンドルは A スロット、グリップは B スロットとかあとその逆とかというふうにメニューで割り当てられますのでおのおののボタンでおのおののカードの、まあ、トリガーがかけられると。これ結構ブライダルの方とかはもう絶対いるということで逆トリガーですね、何回も押しているうちにオンオフが頭が逆になっちゃって取ってるつもりが止まってるみたいな、その逆トリガーを防ぐ意味で B スロットはもう回しっぱなしにしといて A スロットをレッグでこうパッパッパッと切っていくという使い方をされている方が多いかなと思います。この2スロット同時記録という機能もこれ HD の時だけですけれども使うことができます。でその他ですね、12GBSDI ですね、Z280 は12が対応してますので、まあ、SDI1 本で 4K を引っ張るということができます。両機種ともですね HDMI から 4K を出すということはできます。両方ともできます、はい、ですけど 4K を SDI で出せるのは280だけという形になります。あとですねターボゲインもこれまでつけてなかったんですけれども取材とかにも使うということで、まあ、絵が荒れてもいいからとりあえず撮れてりゃいいということも必要になりますのでプラス42デシ、30デシというですねもうすごく明るく撮れるターボゲインですね、こちらも搭載しています。あとランクですね、も搭載してます。こっちの 280K はですねこれまで X200 とかあと PML200 とかはですね特殊なこう、8ピンぐらいの、まあ、端子がありましてそこに、まあ、リーベックさんとかが作ってらっしゃるズームデマンドですね、を使わないとズームデマンドが使えないというのがあったんですけど今回からまあ一般的なランクにしましたのでランク対応のデマンドであれば、まあ、280も使えるという形になります。あとは、クリップコンテナスレッグキャッシュレッグこの辺りも搭載しています。はい、でキャッシュレッグですねちょっとご存じない方も結構たまにいらっしゃいますのでちょっとおさらいします。でこれはですね、まあ、両機種とも搭載されてまして、まあ、ネイチャー撮影とか、まあ、出待ちに使える機能という形になります。でこれですねカメラの中にメモリを内蔵してましてキャッシュレッグをメニューでオンにするとオンにした瞬間に、内蔵メモリにはもう動画の記録を始めるんですね。これループでですね一定の夜があっていっぱいになったらまた消して上書きしてずっと連続してですね中でこうずっと書いてですね、なのでキャッシュレッグオンってメニューでやるとキャッシュっていうのがですね出てきます。これ例えばこの海鳥が飛び立つ瞬間を撮りたいという場合ですね、あ羽ばたき始めた、で羽ばたき始めた瞬間にレクボタンを押します。そうすると当然ですねタイムラグがあるので実際撮れてるのは飛び立っちゃった後にレッグトリガーをオンにしちゃってですね、はい、その後レッグトリガーをオフします。でそうしますと、キャッシュレッグの場合取れてるのはですねレッグトリガーを、内蔵メモリでずっと実はここからもう取ってますから取ってましてトリガーをオンにしたところから遡ることマックス28秒、これ収録モードによって変わってきます。最大28秒に遡ったところですね。なので羽ばたく前こっからここまでがワンクリップで撮れてますと、という機能です。この機能がないと羽ばたく瞬間撮りたいともうこっからレックしなきゃいけないのでメディアがもうすごくもう無駄に使っちゃうんですね。なんですけどこの機能があれば、メディアを使うのはこっからここまでしか使わないですね、まあ、ネイチャーとかとってまあ出待ちですね。よくあるのはその、芸能人が出てくるところを撮りたいとずっと回してると、まあ、メモリなくなっちゃうので
キャッシュレックオンにしといて、ずっとカメラ三脚を受けて置いといて、で出てきたと思ったらポンと押せばもう28秒前から撮れてると、はい、という機能で、あとはその、よくやれるのはそのイベントですね。イベント収録なんかの場合もイベントによっては突然イベントが始まる時があると、いきなり前触れなくポンと始まっちゃって劣行したけどイベントのドアタンは撮れませんというのがあるので、イベント撮影の方なんかはキャッシュレックオンにしといて、とりあえず乗っけて回しといて、一応当然見るんですけど、不測の事態でいきなり何か始まっちゃっても、撮れてるようにということで、かなりこの機能は使われてます。であとですね、ボディ関係もかなりこれ完成された姿であるんですけれども、設計的にはですね、いろいろと実はですね、彼らやっぱ真面目なんで、どうやったら扱いが良くなるかというのを研究してまして、今回もいくつかですね改善されてます。で一つはですね、液晶ですね、液晶が2センチほどですね前にこれずれました。でこれはですね、老眼対策ですよね。結構ハンディのカメラって皆さんやっぱ重いんで、これちょっとあれですけど、こうやってこうちょっとこう肩にくっつけて、こうやって撮る人多いですよね、こうやってやっぱ重いん でこうやると、やっぱ最近やっぱり高齢化が進んでですね、老眼でここがもう見えないというのが結構これ展示会でもよく聞くんですね。当然そのカメラマンの方の老眼鏡をかけて撮影すると、今度は遠くがやっぱ見えないんで、老眼鏡はかけられないと、けどやっぱりそのちゃんと液晶を見たいということで、老眼対策の意味もあって、2センチほどですね前にずらしてます。あとはレンズとハンドルですね、ここのレンズとハンドルの間のこのクリアランスですね、ここもですねスペースを拡大して、手が入れられやすいようになってます。あとですね、重心の最適化と、というところもありまして、 Z280 は X200 よりも若干重くなってます。 Z190 に関しては旧モデルよりも 300g ぐらいですかね、相当これ軽くなってます、はい。とはいえ、前からこのクラスは重い重いってやっぱ言われてまして、でそこを改善するために今回重心はですねかなりセンターに寄せてます。プラスですね、グリップの形状も若干握りやすいように変更されてまして、重心を寄せるのと、グリップの改善というところで、280若干重くなってますけれども、持ってみた感じは多分200と、同じように感じられると思います、はい、これにちょっと工夫をしています、はい。あとは、ズームレバーですね、のアクセス性というところで、こうやってこう手突っ込んでこうズームレバーをこう動かしますよね、左手 ですね。この時に前のやつはですね、よくですね展示会でもどうやったら届くんだいみたいなことをですね言われてたんですけれども、この辺もですね左手で、ズームレバーをパッと入れやすいように、ちょっとこの辺をですね、今回改善をしています。あとはアサインボタンをかなり増やしたりもしてますし、あと堅牢性ですね、丈夫さというところもですねかなり今回向上してます。多分旧モデルと比べていただくと分かると思うんですけど、こういうこのメディアカバーのですね、この辺のグニャグニャ感ですね、これ硬い感じとか、あとこういうカバーですね、この辺の強度ですね、この辺もそうですけど、全体的にですねかなり堅牢性をですね上げてきていると、というふうに聞いています。この辺の堅牢性向上と重さっていうところってやっぱ結構トレードオフで、堅牢性上げるとどうしても重くなっちゃうというところあるんですけれども、設計のシミュレーターみたいなものがですね、その強度解析をするシミュレーターの精度がすごくなんか最近上がってるらしくて、ここは肉厚をもう少し減らしても大丈夫とか、ここはちゃんと強度持たないと危ないとかっていうところがかなり高精度のシミュレーションできるようになってきていて、なのでちゃんと必要な強度を持たせながら軽くしていくというところがかなりできるようになってきていまして、そこがありまして、重さをですねかなり軽くしつつ、しっかり堅牢性も上げていると、というのが今回の特徴で、この辺ですねなかなかそのカタログとかにはですね載ってないんですけれども、結構地道にですねエンジニアが頑張って改善してきていると、というところですので、この辺ですねぜひ実機も持っていただいて、実感いただければと思っております。で、入出力系ですね、ほぼ同じですけれども、12GSDI というところと、あとですね、元禄ですね。元禄が280あるけど100じゃないというところがですね、違いになるかと思います。最後にですね、チャージャーのちょっとお話をしたいと思うんですけれども、バッテリーチャージャーが、7月にモデルチェンジをしておりまして、U1A と U2A ということで、後ろに A が、ついてます。で、これ見た目全く同じで、ここに 36W と、書いてあるところが一緒なんですけれども、DC の外部給電で動かす場合の給電ですね、ここが
24W から 36W に上がってますというのが変更点になります。で、今回の 4K ハンディが電気を食いますので、従来のモデルですと、これ必ずじゃないんですけど、いろんな機能を使うと落ちちゃうことがあります。なので DC 給電でこの2モデルを動かすという場合には、この A 付きのですねものを使っていただければと思います。で、もちろんバッテリーをチャージする分には全然昔のモデルでも関係ありませんので、あくまで DC 給電で動かすという場合にはこの A 付きがいりますよと、というちょっとお話になります。ということでですね、ちょっと駆け足になりましたけれども、2モデルのですね、違いとか、あとその、カタログには書いてない、メーカー側のですね、意図ですとか、そういうところをちょっとお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。本日はご来場いただきましてありがとうございます。ショールームのマネージャーをしております新井と申します。ここからはですね、ソニーさん、いろんなラインナップのカメラが今発売されております。この中でですね、どのカメラがどういったお客様にどういったお仕事にお待ちするのかっていうところですね、一旦まとめてですね、セミナーの方を締めくくらせていただきたいと思います。今回新製品の2機種を中心にお話をさせていただいておりますけれども、昨年ぐらいからですね 4K60p 対応のですねハンドヘルドカメラっていうのが、ご存知の通り何機種か発売されております。その中でですね、ソニーはまだかと、まだ出さないのかというご意見たくさん、いただきまして、で今回ですね 4K60p に対応したカメラが2機種に同時にですね発売っていうのを聞いてですね、驚かれた方も多いと思うんですけども、そのあたりソニーさんとしてはどういった、背景があったんでしょう。本当にですね 4K60p のカムコーダーを、いつ出すんだというのは、私は、インタビューですとか、全国の展示会いろいろ回ってますけれども、本当に2年ぐらい前からすごい言われてまして、我々としては出したいんですけれども、出すからにはやはりいいものを出したいというところで、開発にはですねかなりの期間をこちら使ってます。当然の今年の年末には 4K の本放送もやっぱ始まりますので、そのタイミングにはやっぱりしっかりとですね間に合わせて出していこうということで、今回出しました。で、2機種同時に出すということも最近珍しいと思うんですけれども、お待たせした分ですね、しっかりと用途に合わせて普及価格帯とあと広角帯と、しっかり2モデル出していこうということで今回出してます。昔みたいにバン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 出してないんですけれども、厳選した形でいいモデルをしっかり出しているという感じかなと、思ってます。今ソニーさんから発売されているカメラ、これだけ現行のモデルございます。縦軸にですね、価格お値段で分布をしまして、横軸にですね用途、今回ちょっと簡単に制作と報道という形で分けさせていただいております。で、この大体分布の中ですと、一番多分ご使用ユーザー様が多いのは、下の NX5R ですとか、Z150 ですとか、この辺りのカメラかなと思います。今報道といってもですね、地上波だけではなくて、インターネットでしたり、いろんな方法での報道というのがありますので、ちょっと幅広い意味で、NX5、Z5GM ですね、どちらかというと少し報道寄りに、今回は分布をさせていただいております。で、今回のですね、Z190 それから280、この2機種はですね、先ほどのその NX5R の流れを組むカメラというよりもですね、もう少し今価格帯が上になります、X160 以前ありました X160 と、X200、この、後継という位置づけでよろしいでしょうか。はい、そうですね。はい、そうです。今回のカメラって4K60p ハンディと言ってますし、4K カメラっていうですね、認識を持たれている方も多いと思うんですけれども、当然これから出すカメラって多分もう、ほぼ 100%4K になると思いますし、で今回ですね、その HD で撮る場合の、機能ですね、そこも、エクステンダーみたいなもので重視してますし、4K と HD の同時記録という部分でそのサイマル運用みたいなところも意識をしてますし、 4K ですけれども、HD の後継機という位置づけでもありますので、これ例えばそのこれとは別にこの後継の HD モデルが出るとかそういうことはありませんので、基本的にはですね、このモデルを HD 運用の後継機としても使っていただくという位置づけで、今回作っております。はい、そうですね。今回のカメラはその HD のカメラとしても、最終形進化形というふうに、おっしゃっていただいてますけども、価格帯見てもですね、
NX5J、 このカメラがですね発売された時も10年ぐらい前ですかね。そうですね、はい、発売されてですね、まあ、当時、定価ですけども私記憶してる限り、まあ、60万弱ぐらい、だったと思います。それも考えるとですね Z190 が、まあ、このお値段で、今回リリースされているというのは、まあ、あの技術の進歩もそうですしやっぱりすごく驚きに当たると、思います。そうですね、そういった意味ではその根付けという意味においても、まあ、本当にあのここの後継でもありますし 5R の後継という位置づけでもこちらはありますので、この辺りのお客様がまあ移行しやすいようにということで190についてはかなり戦略的な根付けを今回させていただいています。あの、まあ、メディアも SD カードを採用しているというところからですね、こう幅広く使っていただきたいというあの、まあ、設計の意図も、この辺りに結構表れているのかなと、思われます。はい、まあ、今回のカメラ 4K60p という機能がですねかなりフォーカスされているんですけども、先ほどの説明の中でありましたデジタルエクステンダーの機能ですとか、やっぱり HD のカメラとしてもですね長く使っていける、まあ、運用しているカメラに仕上がっておりますので、ぜひですね、ご検討いただければというふうに思います。カメラの延長保証に関してなんですけども、カメラ、皆さんご存知の通りですねここにいただくとメーカー保証が1年ついております。何かあった際はもちろんそのメーカー保証であの修理していただくこと可能なんですが、万が一ですね、落としてしまった場合、ぶつけてしまった場合、 Z280 でですねぶつけたり落としたりしてしまってですねレンズを交換しなきゃいけないとなった場合ですね、かなりの費用がかかります。でこれあのちょっと僕、なんで今日この話を急にしようかなと思ったらっていうとですね、あの先日カメラをですねご購入いただいたお客様、買って1週間でですねカメラを落としてしまいまして、実際にですねこの金額の修理を発生しました。そのお客様は幸いにもこの延長保証入っていただいてたので全額ですね保険で直せたんですけども、これもし本当に入ってなかったら70万円のカメラを買って1週間後にまた20万円100万円近いですね出費ということで、もう本当にですねあの入っておいてよかったという声をいただきました。まあ、詳しい保証の内容ですとか料金に関してはスタッフにお声掛けをいただければと思いますが、あのこういったサービスもございますのでぜひご検討ください。本日はご清聴ありがとうございました。